セルベールはフランス、奥下に位地域圏、ピレネーゾリアンタル圏のコミューン。カタルーニャ語ではサルベーラダ・ラマレンダ。県南部に位置するセルベールはスペインに至る前の国内最後のコミューンとなる。北のカナデル岬と南のセルベール岬に隠されるような入り江に小さな漁港がある。コミューンの地形は山勝ちで高低差が大きい。海岸線は 約6マイルである。地中海性気候で、冬は年4日ほど霜が降りる程度で温暖である。夏は暑く乾燥する。北から吹きつけるトラモンターヌ風は夏季には気候を爽やかにする。セルベールの港コミューンは、県道914号線が南北に縦断している。この道路は、北のバニュルスシュルメールとポールバン、南のスペインカタルーニャ州ポルトボウに通じている。 セルベール駅はタラスコンポルト間のターミナル駅である。ベルピニアン・リブサルト国際空港は約4 0トルジローナ・コスタブラバ国際空港は約8 0トル離れている。数千年の間、セルベールの集落は森に覆われ、野生動物が生息し、特に鹿については、ローカス・セルベリアと古代ギリシャの地理学者たちに記されていた。古代ギリシャ人たちは、 実際に5 0トルほど南にエンポリオン植民地を築いた。続いてこの地方を征服したローマ帝国は約600年間支配し、サーフの谷はアンプリアスとポルトゥス・ヴェネリスとイリベリスの間の貿易に利用された。他にメンヒルやドルメンも見つかっている。9世紀のカロリング町時代に集落が生まれた。 981年のロタール王の法令に記された、地名はバルデ・チャーベラ、1155年にはチャーベラであった。聖、ソブールに捧げた、礼拝堂が建てられた。メンヒル近くにある、この建物はカタルーニャ語でサンサルバドー教会と名付けられていた。ケワグ島はこの教会に付属して建てられていた。教会を中心として小さいながらも、定住人口があった。 セルベールの谷は徐々に近郊の町、バニュルスからの漁民世帯の定住に依存するようになった。1659年、ピレネー条約をルイ14世が批准し、ルシオンはフランスに征服された。1789年のフランス革命によって、封建的な慣修が除かれるまで、セルベールの谷は人も稀な土地だった。バニュルスの住民たちがこの谷まで畑を拡大していた。 1820年、10世帯がセルベールに定住した。その一部は季節労働者としてだった。カイ路を利用する対スペイン密輸貿易はこの時期に盛んになった。1841年、税関が国境の町に作られることが決まった。1846年、フランス国家はスペインとの間のセルベールの集落を迂回する鉄道路線を検討し始めた。 このコロセルベールには800人が暮らしていた。大規模な鉄道工事現場が集中的に労働者を採用していたからである。長い間バニュルスの集落であったセルベールは1888年に独立したコミューンとなった。セルベールの繁栄は鉄道建設の時期を含む約半世紀であった。すべての経済活動が鉄道、そして 大スペイン国境との人と物の,の行き来に関係していた。20世紀初頭、スペインから北上してきた列車は、セルベールで積み荷を下ろし、フランス側の列車に積み替えねばならなかった。フランスとスペインでは、鉄道の機関が異なっていたためである。オレンジの積み替えは、注意を要する作業であったことから、大半は女性が雇われていた。重労働に対して賃金は安く、 1906年に女性労働者たちは25%の賃上げ要求を拒否されたためストライキを行った。資源再生センターは 7km 離れたバニュルスシュルメールにある。セルベールには幼稚園と小学校があるが、中学校がなくポール湾の中学校に通う。セルベールは観光業が中心で、ホテルやコミューン経営のキャンプ場がある。ありがとうございます。